こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回も私のね、質問に対してミスター M さんがしっかりと答えてくださいました。あ、ちなみに私のヘアスタイル、なんかちょっとおかしいですね。今ね、実はうたた寝をしてまして、こんな感じで寝ているとヘアスタイルがセットされてしまいました。こんなこと皆さんにもあるんじゃないですかね。ちなみにミスター M さん、髪伸びてきましたね。はい、それではですね、今回いただいたミスター M さんからのアドバイスなんですけども、炭水化物を私はね、すごく抜いてるんですよ今、そのことについてものすごくね、ありがたいご指摘がございました。炭水化物を取らない場合、タンパク質と脂質をたっぷり取らないと体重は減りますが、筋肉の分解が進んでしまい、メリハリのない体になってしまう可能性があるということですね。これはね、私知らなかったんで、炭水化物単純に抜けばいいのかなと思ったんですよ。完全に炭水化物抜くことは、ちょっとね、不可能なんで、多少は取ってるんですけども、やっぱりね、1日におにぎり1個とかね、パン1枚ぐらい取った方がいいのかなと思うようになりました。はい、筋肉の分解が進んではね、元も子もないですからね、筋肉を増やすためにやってるわけですから。はい、それではですね、その後も読んでみようかと思います。対策としては、食事内容が鍵となります。目安としてタンパク質は主食3回でしたら、お肉もしくはお魚を1食200g 3回で 600g、 ゆで卵を1食2回3回で合計6個、間食2回でしたらプロテインパウダ BCAA ではなくホエイプロテインを1食 50g 2回で 100g、 具体的ですね、かなりね、分かりやすいです。ありがとうございます。炭水化物を取らない場合、エネルギーに代わりになるのが脂質となります。不足しがちなので注意が必要ですと。目安として脂肪は1日の必要カロリーに対して60-70%の割合を占めるように摂取すると良いです。ほう、糖質を10-15%として残りをタンパク質で摂取するように設定します。非常に分かりやすいですね。聞いてるだけのことは何のことか分かんなくなってくると思いますけどもね。1日の必要総カロリーは基礎代謝×生活活動強度指数で算出することができますということですね。私ね、基礎代謝がね、2900kcalあるそうなんですよ。筋肉だらけの体みたいなんで、ものすごくね、汗も出ますし、代謝が高いらしいですね。ということなんで、でも今はね、ほとんどデスクワーク以下の運動量なんで、全然安心できないんですよね。基礎代謝がいくら高くても、体がほとんど動かなくなれば、本当にね、食事を取るだけで太るみたいなことになっちゃいますんでね。で、ダイエットしたい場合は、1日の必要総カロリーからマイナス500に設定して1日の食事を考えると良いですということですね。その他いろいろとね、細かいこと書いてますけども、これをね、全部読んでいても、また動画をご覧の皆さんもよくわからないと思いますんで、ちょっと以下は割愛しますね。私の場合はですね、この筋肉をつけながら、この後もしっかり書いてますけども、筋肉をつけながら炭水化物を極力抑える、なんですけども、炭水化物を取りながらね、やっぱり脂質ですか、糖質ですか、糖質を抑えていけばいいわけですよね。ということで、私がね、今回、このナッツをね、ナッツいきなり出てきましたけども、これ 200g 入りのナッツなんですけども、エネルギーが 656kcal×2 入ってます。お腹が空いた時はこれね、本当に一つまみ食べるようにしてます。ですので1週間経ってもこれほとんどなくなってない状態です。ちょっとこういうのね、挟みまして、いただいたね、アドバイスに即した食事に徐々に切り替えていこうと思います。やっぱりね、朝炭水化物、ご飯をちょっと食べた方がいいのかなというところもありますし、糖質も完全にゼロとかはできませんけども、あんまり神経質にならずにね、体重と相談しながらやった方がいいかなと思うんですよね。で、動画の方でもアドバイスいただきましたけども、1ヶ月で1-2kg を抑えるように、していくのが、いいかなというところなんで、今回ね、私4日間とか5日間で 1.7kg 落ちましたんで、これはただ水分が抜けただけというね、形で考えていくに、まだまだゆっくりと時間をかけて焦らないようにね、85kg とか 84kg 今月中に目指せばいいのかなというところでございます。ですので、私が 70kg 台、要するに 80kg を切るのっていうのは、今年中ぐらいの設定にしておけばいいかなということですよね。あまり急激に落としても、これはまたね、急激に増えるってことにもなりかねませんので、気をつけていこうかと思いますね。本当にありがとうございます。で、今回のアドバイスなんですけども、アドバイスじゃなくてご質問なんですよ。質問させていただきたい内容なんですよ。ミスタイムさん、先ほど出したナッツなんですけども、ナッツってどうなんですかね、こういうふうな筋トレダイエットにいいんですかね。なんかね、小耳に挟んだんで買ってみたんですけども、確かにこれね、ナッツね、一つまみですよ。一つまみ、間食の代わりにポコッと食べるんですけども、喉が渇くんでよく水を飲むようになりました。ただそれだけなんですけどね。
ナッツってどうなんですかね。なんかあの糖質を抑えたナッツっていうのが出ていて、それを食べ過ぎないように少しね、腹抑えに、たまに食べていると、まあ、いいらしいってことを聞いたんですけどね。かなりね、コレステロール 0mg、脂質 57.9g、タンパク質 18.1g、 これ 100g あたりです。だからこれが 200g 入りなんで、これの半分、実際はこれのね、1袋の20分の1が1日分ぐらいだと思うんですよ、 20g ぐらいが。まあ、ですんで、タンパク質 18.1 って書いてますけども、だいたいこの5分の1ですか、だいたい1日に取れるのは、4g とかになっちゃいますかね。その他食塩はゼロなんですけども、炭水化物も 4-5g ですかね。そんな感じですね。いや本当にね、もう食事の内容っていうのは今回みたいに細かい数字でアドバイスいくといただくと助かります。ありがとうございます。引き続きガチンコマッチョクラブで痩せていこうかと思います。で、筋肉をつけながらね、余計な贅肉を落としていこうかなと。最近ね、スクワットをね、連発でやってますね。スクワットと、あとね、あれ、プランク。プランクも、ちょっと見ていただいていいですか。ちょっとすいませんけどもね。プランクもね、こういうやつだってやつですよ。どの辺が分かりやすいですかね。見ていただきました。こういう体勢からクックッってやつですね。山の字平たく、山の字平たくみたいな感じのやつですね。いやもうね、3回やっただけでヘトヘトになりますけども、これをね、私はね、毎日8回を数セット、4セットから5セット毎日できるようになりました。ただね、すごいやっぱりね、体使ったなって感がありますね。で、特に体痛めてるところもないんで、これはまあ、あのそんなにたくさんやらなければ効果を期待できるのかなと思います。プランクってどうなんですかね。ミスタイムさん、プランクについてのちょっとね、ご所見をいただければと思います。今までの動画の中にもプランクありましたけども、今一度今の形のプランクはどういうふうな感想をお持ちなのか聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。